こんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトグマです。はい、ということで、チャンネル登録者数が3000名超えました。はい、ということで、本日ですね、6月の11日、火曜日、チャンネル登録者数がですね、現在3000名を超えました。ありがとうございます。まあ、1000名超えたのがね、3月の、まあ、下旬ですか、3月の下旬に超えまして、でそこからですね、まあ、なんやなんやと動画を上げ続けて、5月からですね、毎日投稿、まあ、今までずっと続けてます。でたまにね、7時と8時で動画上げたりして、いろいろやってきましたが、ついに、3000名をね、突破しました。ありがとうございます。いつもね、見ていただいて、コメント、高評価数、だいぶね、増えてきました。皆さん本当にね、いつもありがとうございます。もう最初はね、本当に動画上げてもさ、やっぱり10回とか20回再生されたらさ、やったって思ってたぐらいの、まあ、僕ですよ。それがまあ今となってはね、1000回2000回たまに1万回超えた動画もあって、まあ僕のね、当面の目標は、チャンネル登録者数10万人なんですけど、まあ、銀の盾がね、欲しい。銀の盾を、まあ、高校とかさ、後ろとかに飾って常に動画を撮りたいなっていうのがあるんで、まずは10万人を目標にするんですが、これからですね、奇数になるたびにちょっとこういう動画をね、上げようかなと思いまして。まあ、どういうことかっていうと、3000人なんで次5000人7000人で9000人、あと1000人で1万人リーチだ。で1万人、1万人になった時はなんかね、やろうかなって思うんですけど、でここからはですね、今回は実際になんかコメント、まあ、質問にお答えしようかなと思いまして、で1つ目、これはちょいちょい来てて、で僕も動画では話してるんですけど、まあもう一回ね、僕は今減量中です。でなんで減量中かっていうと、10月に行われる NPCJ のジャパンオープンっていう大会に、まあ、出場するので、それに向けて今、がっつり減量してるのは4月から、なんで今3ヶ月目ですね、減量しております。減量してます。で体重、まあ、それに待って体重も教えてくださいっていうのがあったんで、体重は今は、今朝の体重が 76.6kg でした。一応朝一で僕は測ってるんですけど、まあ減量スタートが 86.5 ぐらいだったんで、まあマイナス10ぐらいですか。で、それともなって女子棒体重、これも書いてあったんですけど、女子棒体重は分かりません。で、ビッグ3、ビッグ3ね、ベンチプレス、スクワット、デッドリフト、これの重さって書いてあって、僕は全然、まあ筋トレ初心者だからさ、筋トレ初心者だから上がらない。筋トレ初心者っていうのいいね、なんか縦みたいにしてるところあるんですけど、ベンチプレスは多分、フラット110キロとか、多分そんなぐらいしか上がんないです。そんな大して上がんないです。110とか。多分もっと上がる人なんて世の中山のようにいます。多分僕の視聴者さんたちでも、多分ね、200、300上がる人いっぱいいると思うんですけど、スクワットは、僕は何年前だっけな、内側のね、膝の靭帯を傷つけちゃって、まあ、それもあって、まあ、ずっとね、スクワットとか、まあ、足取り自体が1年ぐらい、できない時期があって、前のマックスが、それでも、そんな上がんない。100、多分40、50キロぐらい。と、デッドリフトは、フルをやったのが俺、相当前で、今、基本的にハーフか、トップサイド、もっと上の、膝上ぐらいからやるやつしか、やってないんで、それが大体、ハーフで、ハーフデッドで、今、メインが、170、80キロを、まあ、10発ぐらいですか。なんで、多分フルだったら、そうだね、170キロ、一発引けるかな、どうかな、ぐらいじゃないでしょうか。あとね、俺一つ、これ質問じゃなくて、あ、そう取るんだ、さすが筋肉好きの皆さんだなと思ったのが、この仮面をかぶって、まあ、やってた時に、ソビエトスネークさんですか、YouTuber の方。で、まあ、その方の、なんか息子ですかとか、なんとかソビエトスネークさんだと思ったみたいなコメントが結構来てて、あ、そっちなんだって思って、俺はこれね、もう完全にラファさん、もうラファさんの、ラファさんだ、ラファさんの真似すんな、ラファさん、来ると思ってたら、まさかの違う、変化球、すごい曲がる、鋭角なね、なんかカーブかスライダーが飛んできたみたいな、そんなイメージだったんで、すごい意外だったんですけど、まあ、今回ですね、チャンネル登録者数が、ついに、やっとこさ、3000人を超えたということで、まあ、これからもね、精進して、次は5000人を目指してね、またこれからいろんな動画を上げていきます。で、まあ、筋トレ層もそうですけど、ゲーム層、
エンターテインメント層すべてをね取り込み巻き込み、めちゃくちゃはちゃめちゃに荒らし回りかき回し、ジャイアンが作るねあのシチューのようなそんなね状態に YouTube をねやっていきたいなと巻き込んでいきたいなというふうに思うんで、これからは皆さん応援よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今回はこの辺で終わりたいというふうに思います。ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでまた皆さん次回の動画でお会いいたしましょう。バイチャー。